地震に耐えれるんですか？我々はね、その辺を非常に
してます。本当に安全じゃないと、ね、まあ、絶対的に安全なものがないんだから早く配慮してくれたら一番いいんだけど、本当に安全でないもの、いかにも安全と装って動かし国民を騙そうなんていうのはどっちの方ですよ。金儲けのためだけ、ね、金儲けのために我々の国民の安全をないがしろにして権利さらす、そんなことはね、やはりやっちゃいけないんですよ。福島で福島第一原発でこの事故、福島第一原発で事故があったんですから、その教訓を生かすべきなのが我々の、ね、この日本に目指した企業理念というものじゃないですか。高度労働人が違反するような、危ないものを平気で安全と偽って動かすような、そんな企業体質断じて我々許しません。事故が起きてから遅いんです。事故が起きる前に、仕方ないから原発を諦めて、次のエネルギー政策をちゃんと考えて、その代わり廃炉にする費用は我々国民が、出すしかないんだから、これを政府に言って援助してもらったらいい。廃炉にするならば我々は、納得します。ただし事故を起こしてから突然補償しろと、当然のように電気料金に上乗せたとか、これじゃ遅いんです。問題がある前にしっかりと廃炉してください。そうすれば国民の税金を使っても仕方ないと我々は思ってます。当該関連の皆さん、東京市の皆さん、御社にちゃんと伝えてください。よろしくお願いします。絶対的安全性を確保ができない浜岡原発の再稼働などを許さないぞ、許さないぞ。福島第一原発事故の提供なし、県内浜岡原発の再稼働などを許さないぞ、許さないぞ。福島第一原発事故の検証なし、県内浜岡原発の再稼働などを許さないぞ、許さないぞ。福島第一原発事故の検証なし、県内浜岡原発の再稼働などを許さないぞ、許さないぞ。毎日ね、人数少ないですけど、中部電力の東京支社に出演させてもらってます、ね。報道によれば中部電力の浜岡原発の再稼働の話があまり出てこないので、どうなってるのかね、本心のところを知りたいんですが、電力会社の方々もあの土地が本当は原発を作るのにやばい土地だったって知ってるんじゃないですか、ね。そういう噂をね、私いろんな人から聞いてます。ということはね、あなた方はその作った、当事者ですから、やばいんじゃないかっていうのを知ってるんじゃないかと思いますよ。これなら皆さんが選ぶ選択肢っていうのは、ね、他の電力会社が原発を持ってるから、うちも1個くらいあった方がいいんじゃなくて、ね、その原子力村の、ドレスに習うような感じじゃなくてね、危ないから早くうちはなくしちゃうって発想してもらいたいんです、ね。浜岡原発がもしも事故を起こせば、福島第一原発は、こうか不幸か、我々この関東から北東方面になりました、ね。ですから風向きっていうのは基本的にこちらであまり吹いてこない、問題ないような状況でした、まあ、問題ないって言うんですけどね、それほど強く吹いてくる、こちらに来る風が少ない。しかし浜岡原発は違います。偏西風という中国から黄色い砂を持ってくる、黄砂を持ってくるような、そんな風が吹いてくる。浜岡で事故が起きれば間違いなく関東は人は増えなくなります、ね。それはね、皆さんも重々承知だと思う。そんなところに危ない原発を作っている、平然としていられるのかということになれば、これは人間としては決して平然としていられるものじゃないでしょう。原発が絶対に安全だというなら、ね、それはあり得るかもしれないです。誰もが絶対に安全だと思ってないと思います。皆さん自身も原発が絶対に安全だということはないと思っているでしょう。となれば、絶対に安全でないならば、事故を起こす可能性があるならば、我々のこの関東に住む人間を権利にさらすのは早くやめてください。早いと燃料を追っ払って、廃炉にしてください。その辺のことをね、
強く強く皆さんに訴えさせてもらいます。傍聴で作ろうが何しようが決して絶対に安全なものになりません。交通事故と違うんです、ね、原発の事故が一度起きたらそれが最悪の場合になったらアウトです。下半球もダメになります。もちろん関東は完全にダメになります。どうかね、我々の生活を脅かすのをやめてください。一日にも早い廃炉の決定を終電に期待します。どうかよろしくお願いします。経産省は仙台原発の廃炉推進のために商用原子炉の生産事業体を設立せよ。経産省は仙台原発の廃炉推進のために商用原子炉の生産事業体を設立せよ。資源エネルギー庁は原発温存を前提としたエネルギー基本計画を直ちに撤回せよ。資源エネルギー庁は原発温存を前提としたエネルギー基本計画を直ちに撤回せよ。生産官僚は初心に帰り、原子力災害の危機から国民国土の安全を守れ。生産官僚は初心に帰り、原子力災害の危機から国民国土の安全を守れ。経産省は福島第一原発の国家管理を決断せよ。決断せよ。私たちは脱原発が国益であると確信するものです。目先の欲に取りつかれた人たちは古くなった原発までも稼働させて目先の金儲けを考える。経産省はこんな人たちを支援しているように見えます。国家の官僚は誰のために仕事をするのですか。原発は動かせば動かすほどに人が近づくことのできないような放射能の廃棄物、放射能の害毒がこの祖国日本の国土に溜まり続けていくのです。増え続けていくのです。一時の金儲けのために原発を動かしてこの美しい昔から地方秋の瑞穂の国と謳われた日本国が放射能の害毒に薄汚れた国土に少しずつ変わっていくのです。国を愛するとはどういうことですか。日の丸をあげて君が代を歌う、これも大事なことですが、原子力の問題はそれほど単純なものではありません。愛国者とは今の目の前の金儲けよりもこの美しい日本国、神武天皇開闢以来連綿として続いてきた日本国のこれから先、千代に八千代に続くべき子や孫やその先のことまでを案ずる姿であります。一方で目先の欲に取りつかれた経済界、経団連や日本の行く末よりも今の自分の立場しか頭にない政治家たち、こんな人たちのために経済産業省官僚の皆様は遅くまで残業して頑張っても日本国のためにはなっていないのです。自分の欲得で動く人と損得を超えて日本の未来を思う人、この区別ができなくては官僚といえども愛国者かどうか疑わしくなってきます。官僚の仕事はいつも
国益のため、国家国民の利益のためでなくてはなりません。経済界経団連のための官僚であってはなりません。原子力発電というのがどんどん再稼働されています。皆さん、福島第一原発という原発が事故を起こして、その原因だとか検証ってちゃんとされてますか？全くされてないと言います。ただ国会の事故調があれは人災だったという、ね、報告を出しているのを知ってますか？人災なんですよ、ね、人災だと分かっているのに、いまだに安全性の検証、それをはっきりやんないで、しっかりやんないで、どん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 再稼働させている。これは単なる金儲け主義でしかないです。金儲け主義のために我々の危険にさらす、国民を危険にさらす、そんなことあってはなりません。我々は絶対に安全な原発ならば OK ですけど、絶対に安全じゃない、いつか事故をやる、またやるかもしれない原発は全てノーです。どうか皆さん、原発の話、ね、我々の生活に結びつく、安全に結びつく話です。しっかりとね、風化させずに抱えていこうではありませんか。原発の再稼働を認めるな、危険な原発を再稼働させるな、肝臓やばいかなって考えてます。肝臓やばいかなって考えるのは、それ普段この12月ほど飲まないのに、毎日のように付き合いで飲まされて、月曜日から飲んじゃってやばいなと思ってる日に限って、この週連単で飲んだり、そんなことが続くわけですよ、面白いもんで。これをね、我々今脱原発というデモをやってるんで、原発で言えばね、長年使ってきた原発、肝臓も人間の肝臓もどんどん弱っていきます。同じように原発だって古くなればどん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 安全性が薄れて危なくなっていく、ね、なのに老朽化原発40年ルールといって、40年経ったら原発はダメ、廃炉にしましょうって言ったのが、ね、まだまだ金儲けのためには必要だから、お金儲けのために安全性が薄れていても動かそう、そして政府も認めて原発がどんどん動いていく、関西電力の美浜原発とかがどんどん動いていくわけですよ。我々だって毎日飲みすぎて肝臓が疲れたら、肝臓やべえかな、今日やばいなと思ってるのに、同じように原子力発電所だって長年使ってくれやばいのに、なのに安全だなんてね、動かそうとする、単なるお金儲けのためにやろうとしてるんです。私たちは福島第一原発という事故が起きたその時に、ね、近くの関東にいて、大丈夫かなとめちゃくちゃ心配しました、ね、原発事故危ない、車と車がぶつかって交通事故、ね、死者が出る可能性はあるけど、たくさんの人をね、一気に殺したりはしません。原子力爆弾、原爆、これは一気にたくさんの人を殺します、ね、原発はその原子力爆弾と同じメカニズムでできています。最悪の事故の時には関東のみんなを殺します、ね、例えば福島第一原発は北にあったからいいけど、ね、西にある浜岡原発が事故が起きたら、偏西風っていう風は中国から黄色い砂を運ぶんですよ。そのような、ね、風を運んでくる、それくるそんなとこから運んでくるものが浜岡原発で何かあれば、この関東は一気に汚染されて住めなくなります。それぐらいにね、原発事故が起きた時にはたくさんの人の命が危ないんです。交通事故は少数の人の命です、ね、事故は交通事故は誰も
100キロ以上するよりも人が多い。めったに起こらないと言われていてもたまに起こって、ほぼ全員死亡する。この間ね、ウクライナ代表だっけ、ウクライナのサッカーチームかなんか落ちて何人か助かったけど、ほとんど亡くなってる。と、それよりはもっと大々的に危ないのが原子力発電の事故です。福島第一原発という原発の事故を見て、我々は危ないと分かった。ね、40年経ってやめようと言ってた原発を動かしたりしたらダメです。危なすぎますよ。いいですか？我々はね、皆さんが忘れて風化して、原発のことを忘れたとしても、いつでもこうやって皆さんの人を理解しなきゃいけないと思ってます。原発というものは危険なんです。危ないんです。もし事故があったらアウトなんです。お金のことがどこに行くか、人を連れてくるときに、それよりも大事なのは、我々の安全じゃないですか。我々の安全は我々が決めてるから、まあいいけど、決めない子供たちの安全、未来を我々は守ってあげなきゃいけないじゃないですか。事故があったときに、あってからでは起こる、あってからでは起こる問題ですから、今まさに、ね、あってからでは起こるということを、よく言いながら、脱原発、子供たちの未来と安全のために、原発をなくしましょうよ。危ないんです。ね、原発を危険な、危ないということに関連、何らかの世論調査や、その他、ね、原発を争点にした何かがあったときには、皆さんにはどうか、我々の子供たちの未来と安全を、ね、保障するために、脱原発、原子力発電所はなくした方がいいという方向に来てもらいたい。このように伝えています。忘れちゃならないんです。原子力発電所で事故が起きた時には、ね、福島の時には、風が、福島第一原発の時には風が、我々の敵ではなかったけど、もしこれが西の方の原発が起きた時には、偏西風は中国から黄砂を、黄色い砂を運んでくるんです。それぐらいの風なんです。この関東も決して安全ではなく汚染地帯になってしまいます。そのような危険なものは我々の私たちの子供たちの命と未来のためにどうかね、必要ないんですから早めに我々の世代で排除しようじゃありません。ごめんなさいね皆さん、渡ってるのも邪魔しちゃって、ね、私たちはそのようなことをね、強く強く訴えさせてもらっております。キプレッコー脱原発を実施し、子どもたちの命と潤しい産業を守れ、緑と自然、そして子どもたちの未来のために、危険な原発の再稼働をやめろ、絶対的安全性の確保ができない原発は全て廃炉にせよ、子どもたちの命と未来のために、直ちに脱原発を実施せよ。じゃこれで解散しますけど、本年も本当皆さん、ご苦労様でした。またね来年も、まあ、今年はあの1ヶ月ちょっと受けちゃいましたけど来年も頑張ってやっていきたいと思いますのでまたよろしくお願いします。皆さん良いお年を迎えてください。